少し変わった紙飛行機の紹介です。まず半分に折ってください。次に折ってください。反対側にこのように折ってください。こんな感じですね。でこのまま半分に折ってください。こんな感じですね。少しここが浮くんで、ここはちょっとセロハンテープで貼っておいてもいいと思います。こうですね。次にこのくらいに折ってください。さらにこのように折ってください。そしてもう一回折ってください。次にこのように折ってください。反対側もこのように折ってください。次にこの端っこをこのように折ってください。反対側もこのように折ってください。これで出来上がりです。少し形を整えます。はい、出来上がりです。